南小松島駅は徳島県小松島市南小松島町にある四国旅客鉄道麦線の駅である。駅番号は M06。小松島市の中心駅であり、特急、室戸を含む全列車が停車する。駅の標高は1.6メートルで四国で最も低い位置にある駅である。プラットフォームプラットフォーム自転車置き場駅名に南とついているが、 小松島市の中心駅である。かつては隣の中田駅から分岐する小松島線に小松島駅が存在したが1985年に廃止された。駅の北側に市街地が広がっており、特に駅前周辺は住宅密集地。港町らしく複数のかまぼこ店が駅前通り沿いに立地している。島式一面二線のホームを持つ。 地上駅で駅舎とホームは校内踏切で連絡する。駅舎内には観光案内所があり、2020年8月末までは JR 四国グループのパンやウィリー・ウィンキーも出店していた。駅本屋東側に男女別、改札内に男女共用の組取式便所がそれぞれある。駅舎前に公衆電話、郵便ポスト、白ポストがある。 原則として、阿南方面が一番乗り場、徳島方面は二番乗り場を使う。ただし、徳島方面の特急列車追い抜きがある朝の徳島、方面普通列車一本のみ一番乗り場発着となる。駅前風景1日平均乗車人員は、下記の通り、ありがとうございます。